反イスラーム主義。反イスラーム主義、アンティ・エスロンザムとは、イスラム教に対する否定的な感情や態度。反イスラーム主義のような言葉には厳密な定義がなく、単に非イスラームである事柄が、反イスラーム主義と呼ばれることもある。オックスフォード大学出版局の案内によれば、反イスラーム主義のような言葉は、現在、法律上での一致した定義がなく、それは、イスラーム恐怖症と同様である。社会科学も未だ共通した定義を展開していない。イスラームやムスリム、イスラーム教徒に対する否定的な感情や態度を指す用語は多数存在している可能性がある。一例としては、といった類がある。ポール・L・ヘックの解説によれば、ムスリムやイスラーム的な人々がイスラームでないものを反イスラーム主義とみなす傾向が拡大している。ブライアン・ブラックたちによれば、反ユダヤ主義が国家社会主義、ナチズムに限定されていないことと同様に、反イスラーム主義は極右に限定されていない。以下は反イスラーム主義と呼ばれる対象の例。国際連合の2004年の総会では、反イスラーム主義、反ユダヤ主義、反アラブ主義、反ヨーロッパ主義、反アメリカ主義、反グローバル主義は等しく完全に、拒絶されるべきだという声明が出されている。佐々木拓夫の見解では、反イスラーム主義という用語は、イスラーム主義にも、反イスラーム主義にも組みしない態度を指す。この用語が指しているのは、イスラーム主義、聖典主義運動に反対してはいるが、特定の運動とまでは言えない、ムスリムの世俗的反応である。西ヨーロッパキリスト教社会と、統治中海=北アフリカイスラーム社会の間には十字軍、レコンキスタ、オスマン帝国のヨーロッパへの侵略、近代の欧州のイスラム世界への侵略と植民地、支配な歴史的対立が見られ、相互の不信は根強いものがあった。さらに現代のアメリカの覇権主義とパレスチナ問題での、イスラエル的態度はこれらの地域のムスリムを激怒させ、過激派の浸透や、教理の硬直化を招くこととなった。ヨーロッパにおける一部のキリスト教徒、クリスチャンやユダヤ教徒は、イスラム教徒内部の多様性を無視し、女子割礼や名誉の殺人、改宗の禁止、異教徒迫害、女性の隔離などのイスラーム社会の悪臭、問題点を過度に一般化して、イスラームの本質とし、野蛮で人権を無視する遅れた宗教とイスラム教を定義する。傾向を強めた。一方ムスリムの側もこれらのプロパガンダに反発する形で教理を硬直化、過激化させ、結果としてこれらの悪臭をイスラームの良き道徳として積極的に擁護し、キリスト教徒やユダヤ教徒へのジハードを唱える過激派の温存、浸透を招いた。近年のヨーロッパではムスリムの移民が増えるにつれ、表向きの寛容さとは裏腹にイスラム教徒に対する差別、蔑視、偏見などが横行し、それに反発してイスラームにすがる移民の若者との間緊張が高まった。ついにはオランダやフランス、デンマークなどでムスリムの暴動やクリスチャンとムスリムとの騒乱が発生し、現在でも欧州各国はこのような暴動の再発を防ぐため対策を重ねていい。アメリカ合衆国の場合、プロテスタントの宣教師は、反キリスト、暗黒、政治的専制の縮図の代表として、イスラームを描くことに積極的であった。それにより、キリスト教の救いによる、公明、近代、民主主義というアメリカのナショナルアイデンティティを構築することを手助けしたのである。以下の幾人かのプロテスタントは、イスラムを批判している、パット・ロバートソン、ジェリー・ファルエル、ジェリー・バインス、アルバート・モーラー・ジュニアとフランクリン・グラム。ムハンマド・フーシ漫画掲載問題は、デンマークというプロテスタントの影響の強い国で起きている。現代において、湾岸戦争やイラク戦争のような最近の紛争は、イスラームと他の世界の間では避けがたい文明の衝突があるという認識を増大させ、文明間の対話に対抗して、文明の衝突等理論を成立させた。欧州以外でもインド亜大陸ではイギリスの植民地統治によりムスリムとヒンドゥーの間の対立が激化、インパ分離独立とインパ戦争へと発展した。現在でもヒンドゥー教徒が多数派を占めるインドでムスリムは迫害される存在であり、時折両者の間で騒乱が起きているインドにおけるイスラーム3章。フィリピン、バンサモロ、ミャンマー、ロヒンギャが住むラカイン州、タイ王国、新南部などの東南アジアでは少数のムスリムが迫害されている。歴史的にイスラーム社会との関わりが薄かった地域でも21世紀になり、過激派組織アイシセルなどのイスラーム過激派によるテロが世界中へ報道されるにつれ、イスラームやムスリム、イスラム信者全体への憎悪と偏見が広まり、反イスラーム感情が強くなりつつある。反イスラーム主義者たちの主な主張を列挙する。反イスラーム主義に対する批判としては、主として文化相対主義的観点からによるものと、イスラーム的観点からによるものに大別される。それぞれ批判の立脚点が大きく異なることに注意。反イスラーム主義者はイスラームを本質的に狂信的であり、女性差別的で、異教徒に対し攻撃的な宗教と定義し、イスラームを攻撃している。しかしムスリム、非ムスリムを問わず、文化相対主義者からすればこれは公平さを欠いた認識とされる。彼らによれば、イスラームの中にある狂信性、抑圧性、女性差別性などは、世界の他の地域、他の文化や他の宗教にも同様に見られたものであり、反イスラーム主義者の意見はイスラームに対してのみ、そのような性質を著しく誇張、それと対比して、自分たち文化、宗教を美化するとしている。また、ムハンマドの個人的言動とイスラーム信仰とを混同しているともしている。また、2009年にアメリカ合衆国大統領に就任したバラク・オバマは、次のように宣言して、この長期にわたる紛争を終わらせようとしている。イスラームからの反イスラーム主義批判の中では、イスラームの多宗教に対する絶対的な優越性が強調され、故にイスラーム法に規定されたムスリムと、非ムスリムとの間の人権的格差は区別であるして正当化している。このような立場に対しては反イスラーム主義者のみならず、反イスラーム主義を批判する文化相対主義者の間からも強い批判がある。以下に反論の例を挙げる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。